人手不足だとか、そういった話題になった時に、まあ、活躍してくれるような、もうロボットのなんか値下げラッシュが始まってるなっていう感覚がしましたね。はい、こんにちは、リビーです。今回はですね、国際ロボット展2023に私リビー行ってきましたので、そちらのレビューをやっていきたいと思います。で、こちらはですね、まあ、2023年、昨年の11月末から12月の頭にかけて、東京ビッグサイトで行われていた展示会になります。で、こちらのロボット展、まあ、どういった展示会なのかと言いますと、まあ、だいぶ前からですね、まあ、日本は人手不足だとか、まあ、自動化が必要だとか、まあ、散々言われてきたんですけれども、まあ、そういった話題になった時に、まあ、活躍してくれるような、まあ、こういう産業用ロボットとか AGV とか、まあ、最近ですとレストランとかで配膳ロボットなんかも稼働していますけれども、まあ、そういったものが主となって展示されているようなものになります。さらにですね、そのロボット単体だけではですね、そのできることも限られてくるので、そのロボットの先端に取り付けられるようなまあ、ハンドであるとか、さらにはその周辺機器ですかね、減速機とか、まあ、リニアガイドとか、まあ、そういった機械要素なんかも展示されておりました。で、こちらのロボット展なんですが、なんとこれデータによると来場者数が14万8千人も来ていたそうです。で、これどれぐらいの規模なのかと言いますとですね、まあ、2023年の主な展示会といえば、まあ、ものづくりワールドであるとかメクト2023なんかありましたけれども、それよりもさらに倍ぐらいの人数がですね、まあ、この国際ロボット展に来ていたということで、めちゃくちゃにぎわっていたんですよね。で、実はですね、私現役で設備設計をやっているメカエンジニアなんですけれども、この現役のメカエンジニアの視点で、まあ、今回の国際ロボット展、まあ、どういったものがこう目玉のブースだったりとか目玉の商品があったのかってことについて詳しく触れていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。はい、ではまず最初なんですが、もういきなりですね、もう大トロの部分からいっちゃいたいと思います。個人的に今回の展示会を見て、まあ、どこのブースが一番盛り上がっていたのだろうかっていうことなんですが、私個人的にはですね、やっぱりここかってところは無人さんでしたね。もうね、無人さんのブース行ったらもう人だかりがものすごいことになってまして、もうここだけもう山手線の電車の中なんじゃないかってぐらいのすごい人のにぎわいでございました。それだけですね、もう皆さんこの無人さんというその会社に対しての期待感がこう高まっているんじゃないかっていうことが見て取れます。無人さん、まあ、知らない方も多いかと思うんですが、まあ、ちょっとどういった会社さんなのかとか、その辺について触れていきたいと思います。で、そもそもの話からいきたいんですけれども、まあ、ラインを自動化したり効率化したいよってなった時に、こうロボット導入しようよって話に、まあ、自分もお客さんとなったりはするんですけれども、やっぱりですね、こう何人かに1人ぐらいの割合でですね、こうなんか某猫型ロボットのような、まあ、なんかちょっとポンって置いたらなんかいい感じで動いてくれるんでしょう、何でもやってくれるんでしょうみたいな感じでこう思われる方いるんですけれども、これはですね、もう大きな間違いでございます。で、そもそもロボットを動かすためにどういったものが必要なのかってところなんですが、これはですね、こうロボットのこうプログラミングをして、まあ、ロボットがこうどこからどこの座標にどれぐらいの速度でどういう姿勢でこうどういう経路をたどっていくのかみたいな、まあ、そういうのを事細かにこうプログラミングしていくんですけれども、まあ、それに加えてこう右側のティーチペンダントと呼ばれるなんかリモコンのようなものでですね、まあ、実際のこのロボットの動きをこう現地でこう合わせ込むような作業っていうのが必要になってくるんですね。で、これでやっとロボットがこう命令した通りにこう自動で動いてくれるってところまでたどり着くわけなんですが、なんとこのままではですね、この臨機応変に動作ができないんですよ。で、臨機応変にできないって、まあ、どういうことが起こるかってことなんですが、例えばまあロボット2台を使ってこう一緒になって何かこうワークに対して作業させていきたいってこと、そういう状況をちょっとか、想像していただきたいんですけれども、まあ、例えばロボット A とロボット B があった時に、まあ、臨機応変にこう対応できないと、まあ、それぞれのロボットがもう命令された通りにもう自分勝手にこう動き回ってですね、で、その結果もうロボット同士がもうぶつかってクラッシュするみたいな、まあ、そういうリスクがあるんですよ。
なんかこうイメージで言うと、こう目隠しされた状態でや、これをやれこれをやれって言われた通りのことをやってるような感じで、もう周りが見えてないのと一緒なんですよね。でこういったことが起こらないようにするために、まあ私、まあ昔やってた設備とかですと、その2台のロボット同士がどうやっても干渉しないような、それぐらいの距離感をこう離してですね、でそれでこう工程をちょっと分けてこう設計するみたいな、そんなことをしていましたけれども、でそうするとですね、どうしてもこう設備のスペースを取ってしまったりとか、まあ、あとは設備の導入コストが上がってしまったりとか、まあ、あとはその制御機器のその個数も増えてしまったりみたいな、なんかコストが上がる方向にちょっと行ってしまうんですよね。でここでですね、まあ、そもそもこれ人間がやるときどうしてるかっていうと、人間がこう右手と左手の作業でこうクラッシュするなんて、そんなことありえないじゃないですか。こう人間がこう目で見てこう考えた通りに右手と左手をうまい具合にこうハンドリングをして何か作業をするってことをやってると思うんですけど、本来これをロボットでやらせたいわけですよね。それはできなくも一応ないんですよ。ただこれをロボットでやらせようとすると何が起こるかっていうと、まあ生産設備にはですね、まあ、いろんなセンサーとかアクチュエーターとか、まあ、そういったものがいっぱいこう使われているわけなんですが、これらをですね、すべて統合しないといけないんですよね。まあ一般的にこういう生産設備っていうのは、もういろんなメーカーのいろんな機器を使うっていうのがこれ普通なんですね。ただそうなると、その各メーカーのその取り扱い方とか接続方法とか、まあそういったルールを全部こう統合させていかないといけなくなるので、このシステム構築の作業がえぐいことになるんですよ。でそこで無人は何をしたかというと、こういう無人のコントローラーを使って、ここに制御機器をつないでくれたら、もう臨機応変にロボットを作業させることができますよっていう、まあ、そういう製品を作ったんですよね。でこのコントローラーっていうのは、まあ、例えで言うとこうロボットの脳みそのようなものだと思ってください。まあ、例えばですね、先ほどのロボット複数台で作業させるときに、まあ、ロボット同士がこうクラッシュしないように、こうロボットの姿勢であるとか、こう動かし方っていうのをこの脳みそがこう伝えてあげたりとか、あとはワークの姿勢がちょっとこう崩れちゃいましたよとかっていう時にも、それに倣ってロボットがこううまい具合にこう姿勢を変えながらこう掴みに行ったりとか、また他の周りの機器のなんだろう、コンベアとかそういったものとタイミングを合わせながらハンドリングしていくってことが、このコントローラーでできるようになるというわけなんですよね。で無人っていうのはこのロボットの脳みそが主力製品なんですが、ここで問題なのが、このロボットの脳みそを使って動くそのロボットって、まあ、どこのメーカーのものなら動くんですかってところが問題になってくるわけなんですが、これはなんとですね、もう世界の主力ロボットメーカーのロボットを大体使えます。まあ、ロボットメーカーのビッグ4なんて呼ばれている4社も入っていますし、まあ、オムロン川崎のロボットなんかも無人のコントローラーで対応できるという、そういうことになっております。で今までですと、その各ロボットメーカーがもううちが提案する機器とかそのシステムを使ってくれたら、うまい具合に自動化システム連携できますよっていう状態だったんですよ。っていうことは、裏を返すと他のメーカーのものとか使ったら知らんよっていう、まあ、そういった状態だったんですよね。でそれに対してこう無人がそのロボットメーカーに横串をズバーンと一本刺すような、まあ、今でいうデジタル庁的な、まあ、そんな立ち位置でこう製品を出してきているということで、やっぱりですね、その会社をまたいだ連携っていうのがもうここ最近ずっと課題だと言われてきたんですけれども、もうそれを一役担っているような、まあ、そんな会社さんということで、これはもう個人的にもですね、かなり、期待感があるなっていうふうに思いました。はい、では続いてはですね、共同ロボットについて見ていきたいと思います。で、共同ロボットって何ってところなんですが、これはですね、人と協調して働くロボットのことを言います。要するに、ロボットの隣で人が作業するみたいな、そういった状況で使えるロボットのことを共同ロボットと言います。で、これは英語で言うと、コラボレーティブロボットって言うんですが、まあ、これを略してコボットって言われることも非常に多いです。で、普通の産業用ロボットではですね、なんと共同は不可なんですよね。
これはなぜかというと、まあ、作業員が死傷するリスクがこれめっちゃ高いんですよ。まあロボットなんて大きなもので言うとものすごいパワーを持つんですが、まあ、それがですね人に向かってこう飛んできたりとか重たいものをぶん回して人に当たったりなんてしたらですね、まあ、これ過去にも何件か死亡事故なんてあったりしているんですけれども、そういったかなり危ないものなんですよね。でそのためですね、まあ、昔なんですけども、こういう安全装置の設置義務っていうのがルールで設けられたんですよね。でこういった写真のようなこう牢屋みたいなものをこう設置して、もう人の作業エリアとロボットの作業エリアを完全に分断したりとか、あとはこの安全柵の、中と外と出入りする時のその扉ですよね、電磁ロックってものを使ってしっかりその安全性の高いそのロック機能を持った、まあ、そういったものを使わないといけませんみたいな、結構そういうルールが設けられたんですよね。ところがですね、この安全柵ってこういう大きな工場とかであれば、まあ、設置スペース全然問題ないんですけれども、例えばお弁当屋さんとかでこうお弁当のおかずを自動でこう詰めていくようなロボットを設置したいよとかってなった時に問題になるわけなんですよね。でお弁当屋さんの中でこんな安全柵を置いてみたいな、そんなことができる店舗さんなんてまあまずないですよね。でそのロボット1台置くだけでこんな牢屋みたいなバカでかいものを設置しないといけないんだったら、それだったらロボットを使わずにこうアルバイトの人を3人ぐらい雇って作業してもらった方がそりゃ効率上がるわなって、まあ、これ素人でも考えてみればわかると思います。ということでかなりですね、その導入のハードルっていうのが昔めちゃくちゃ高かったんですよね。でそこで出てきたのがこの共同ロボットというものになります。これはですね、その、まあ、人にぶつかったりとかしても大丈夫なよう、こう安全性を高めることによって、その安全柵とかその牢屋みたいなものを設置しなくても使えますよっていう、まあ、そういうロボットになってきます。でこの共同ロボットって結構特徴があって、まあ、一概には言えないところはあるんですが、まあ、主に3つ挙げるとすると、まず低速で低出力であること、それからこうボディに角がない、まあ、こう丸々したボディをしていることが多いこと、それから物体が当たると即座に停止できること、まあ、例えばそのボディに当たっても止まるし、まあ、あとはロボットが掴んでるそのワークとかハンドとか、まあ、それが人に当たってもちゃんと止まるように設計されているっていうのがこの共同ロボットの特徴でございます。ではここまで共同ロボットの基礎について解説したところで、実際まあどういう動向だったかについて説明していきたいと思います。でまずご説明するのがやっぱりユニバーサルロボットさんですよね。でこの写真にあるようなグレーのボディの共同ロボット、なんか見たことあるなって方多いと思うんですけれども、なんとこのユニバーサルロボットさんはですね、共同ロボットの中では世界シェアダントツで1位なんですよね。まあ、こちらスウェーデンの会社さんになります。でこちらで展示されていたのが UR30 という、まあ、30キロ下半の、まあ、共同ロボットがリリースされましたという、まあ、そういう発表がされていましたね。でこのロボットの型式でですね、まあ、この20とか30とかって数字、まあ、いろんなメーカーさん入ってるんですけれども、この数字がだいたいその下半重量を示しているっていうのはですね、ちょっと覚えておくとカタログとか読むときにまあ楽かなというふうに思います。で続いてはですね、安川電機さんですね。でこちらはですね、まあ、産業用ロボットとしては、まあ、世界シェア3位のロボットメーカーになります。でこちら、まあ、ちょっと写真撮り忘れちゃったんですけれども、一応安川さんにも30キロ下半の、まあ、共同ロボットのラインナップがございますよということで、こちらの写真カタログから拝借させていただきました。であとは安川電機さんではこの共同ロボットを使った設備の導入事例なんかも紹介されておりました。複数台の共同ロボットがですね、なんかこうカバーのようなものをこうポンって置いて、でもう一つのロボットがこうネジを締めるみたいな、まあ、そういう工程の事例が紹介されておりました。であとはですね、安川電機さんのところのブースでこういったハンドの導入事例なんかも紹介されておりました。まあ、やっぱロボット単体だけあっても、まあ、できることって限られてくるんですが、まあ、このロボットの手首に、まあ、よく使うところで言うと、まあ、チャックとか吸着ハンドとか、そういったものを
こう取り付けることによってこう物を掴んだり、まあ、ハンドリングができたり、まあ、そういったことができるわけですよね。まあ、あと私なんかがよく使うのは、まあ、日東コーチさんのナットランナーとかですね、ボルトを締めるときとかに使うそういった工具になります。まあ、あとはキーレンスの 3D スキャナーなんかもこう展示されていて、まあ、例えばこうロボットにこの 3D スキャナーを持たせてこう流れてきたワークの表面をこうわーって習ってあげることによって、そのワークを 3D データ化することができて、そのマスターのデータと照らし合わせてその寸法検査ができたりとか、まあ、そういったことに使われたりしますよね。で、続いてはファナックさんになります。こちらですね、世界シェア2位のロボットメーカーになります。で、ファナックさんではですね、なんと30キロどころか50キロ下半の共同ロボットが展示されておりました。で、50キロのものが持てるとなると、こういうなんか鉄の塊みたいな鋳物の部品とかでも楽々持ち上げられるとのことです。まあ、ただ個人的にはですね、まあ、いくら共同ロボットとはいえ、その50キロの鉄の塊を自分の隣でこうぶん回されていて、それで安全って言われてもちょっと怖いなっていうところはあるんですけれども、まあ、一応ちゃんとぶつかったら止まる設計にはなっているとのことでした。で、あとはですね、こちら中国のメーカーさんになるんですが、ファイリーノスさんって読むんですかね、ちょっとわからないんですけれども、こちら中国の数朝市というところに会社さんがあるそうなんですが、まあ、こちらで展示されていたのが、なんと5キロ下半で50万円を切る共同ロボットになります。これ見た時びっくりしましたね。なんか自分の感覚で言うと、共同ロボットといえば、まあ、5キロ下半ぐらいであれば200万ぐらいするんじゃないかって、まあ、その感覚があるんですけれども、それの4分の1の価格ということで、かなりですねロボット安くなってきたなというふうに思いました。ただまあ50万円切るってなると、まあ安かろう悪かろうの世界になってくるのかななんて思ったりはしたんですけれども、一応担当者さんに聞いたら、ちゃんと認証は通ってますので大丈夫ですというふうに言ってました。あとはですね、 IP65 にもしっかり対応しているということで、この辺はですね、担当者さんが言ってたんですけど、もう UR をめっちゃ意識してもうロボットを作り込んでますということで、かなりこう目をギラギラさせているような感じでございました。で、あとはですね、これロボットさんっていう、まあ、自分初めて知ったメーカーさんになるんですけれども、まあ、こちら、500グラム下半のものではあるんですが、なんと30万円台で購入できるロボットということで、もうロボットのなんか値下げラッシュが始まってるなっていう感覚がしましたね。続いてはですね、まあ、DX というテーマでちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、川崎重工さんですね。まあ、こちらで展示されていたのは、その川崎重工のそのロボットがこうリアルで動いている様子っていうのを、マイクロソフトの Azure サーバーっていうものを通じて、その遠隔でいるその作業員の方がちゃんと見れるようにっていう、まあ、そういうシステムがご紹介されておりました。で、これを何で見るかなんですけれども、この右側のお姉さんがつけているようなこのレンズですね、これホロレンズ2っていう、これマイクロソフトの製品になるんですけれども、これをかけることによって、まあ、ロボットが今どういう状況で動いているのかっていう、そういうのが見れる状態になります。で、こちら実際私かけさせていただいたんですけれども、よくある VR ゴーグルとはこれだいぶ違うんですよ。で、よくある VR ゴーグルってもうかけた瞬間、こう周りに何がどうあるかって何もわからないじゃないですか。こう周りに人が立ってるとか、後ろに人が立ってるとか、もう何にもわかんないと思うんですけれども、このホロレンズ2っていうのはですね、周りの状況がしっかり見える中で、その前のこのグラスの部分にそのモニターとかこうガイドラインが映ったりとかして、ロボットが今どういう状況で動いてますよっていう、そういうのが出るんですよね。なのでこれ、まあ、実際のこう実務で結構使いやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、続いてはこちら伝送さんになります。で、伝送さんのブースでは、VR のゴーグルを通して、生産ラインのシミュレーションの様子が見れたりとか、あとはロボットのティーチングが行えるというものでした。で、こちらもですね、私実際に体験させていただいたんですけれども、まあ、この時はちょっとロボットのティーチングはできなかったんですけれども、VR ゴーグルの中でこう生産ラインがこう動いている様子っていうのがこう見ることができました。まあ、あとはこの生産ラインの中をですね、こう自由に動き回ったりするっていうのもできて、なんだろう、仮想空間上に本当にいるみたいだなっていう、まあ、そんな感覚がありました。あとはファナックさんでもですね、この VR の、ゴーグルを使ったその仮想空間でそのラインが動くみたいなのが展示されていましたね。
でこちらも体験させてもらったんですが、今回はちょっと LINE を動かすとかそういうちょっと高度なことはできないってことだったので、そのファナックのロボットとかこう工作機械がずらーっと並んでいるブースの中をひたすら走り回るっていう、まあ、そんな感じだったんですけれども、実際 VR を使ったこういった開発っていうのをやってますよっていう、まあ、そういうご紹介がありました。ただですね、これ VR のゴーグルの話ではあるんですけれども、私先日ですね、アイキャドフォーラム第43回に行ってきた時に、この VR のゴーグルを使ってそういうアイキャドの3D モデルを見ながらこう部品を取り外ししたりとか、開口部の様子を確認したりっていうことをこう体験させてもらったんですが、操作性はこっちの方が良かったです。なんかデンソーさんとかファナックさんのやつ、ちょっと操作性にちょっと癖があって、なんかこう動かしにくいなみたいなのがちょっとあったので、まあ今後その辺が改善していくんじゃないという期待はありますけれども、まあ各社実際使ってみると結構使い勝手違うなっていうのがありますので、皆さんぜひ体験してみるといいんじゃないかなと思います。でさらにもっと言うとですね、まあ、私たまにゲームとかやったりするんですけれども、やっぱね任天堂スイッチの方がコントローラーとして扱いやすいなっていう風に思いましたかね。まあ任天堂スイッチってまあ VR ではないんですけれども、やっぱりこうゲームのコントローラーって考えられているんだなっていうのはすごい思いましたかね。まあなんかこれぐらいのこう手軽さで操作できたらいいななんていう風に思いました。はい、では続いて機械設計者の初心者におすすめコーナーということでやっていきたいと思います。まあ初めて展示会に来た方も何名かいらっしゃったかと思うんですけれども、なんかわーっとなんか機械が動いてる様子だけ見てふーんで書いちゃうっていうの結構初心者ありがちなんですけれども、じゃあこういう初心者、まあ機械についてよくわからない状態でどういったところを見ていけばいいのかっていうところについて、私なりのおすすめがございますので、これを紹介していきたいと思います。まずはですね、 IAI さんのブースなんかはおすすめなんじゃないかなと思いました。でこちらのブースではですね、コンテナの自動折りたたみ装置ということで展示されていて、ロボットが、まあ、黒の縁のところをつかみながら側面のところを折りたたんで、最後下にピショッとたたんでいくという、まあ、そういった装置になります。でこういった装置を見ながらふーんで済むんじゃなくって、例えば自分でこう設計してみた時に、まあ、どれぐらいの長さのアクチュエーターをまあ何個配置して、まあ、あとはハンドのところ、よーく見るとこう青のローラーなんかついていたりしますけれども、まあ、それは何の役割をしているのかとか、あとはどういったセンサーを使うのかとか、そういったところをですね、じっくり観察しながら、ああ自動機ってこういう風に設計するんだっていう、そういう参考資料として見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、 IAI さんのブース行くと、まあ、ロボシリンダー、エレシリンダー、私、まあ、結構使うんですけれども、こちらをですね、まあ、自動でこうピピピピ触れるコーナーとかがありましたので、まあ、実際の使い勝手なんかも確認してみたらいいんじゃないかなと思います。で続いてはですね、 NSK さんのブースになります。で NSK さんのブースではですね、ちょっと面白かったのがベアリングの組み立て体験っていうものができるようになってたんですよね。でこちらの写真にあるような、まあ、5、6 種類ぐらいの部品と、あとはこの黒のプレートにこう月のワグマのこの三日月みたいな、まあ、こういうのがあるんですけれども、これが組み立てるためのジグになっています。こちらのジグと部品とを組み合わせながら組み立て手順に沿ってうまいことをやると完成しますよっていう、まあ、そういう体験になっていまして、で私、まあ、ベアリング実際に組み立てたことは一回もなかったので、これは結構面白かったですね。で実際その組み立てたベアリングについては、なんとそのままプレゼントということで持ち帰ってきました。これすごい面白かったですね。はい、続いてはですね、その他印象に残ったものということで見ていきたいと思います。まずはですね、医療用ロボットについてですね。で医療用ロボットといえばもうめちゃくちゃ有名なのがこちらのダヴィンチというロボットでございます。こちらはですね、このロボットを使いながらこう遠隔で患者さんの外科手術ができたりするっていう、世界シェアでいうともう圧倒的に独走状態とのことなんですが、なんと主要特許が数年前から切れているということで
で、数年ぐらい前からですね、何社か の世界中のロボットメーカーさんがこの医療用ロボットの分野に参入してきているようなんです。でそんな中で日本の医療用ロボットメーカーとして今頑張っていらっしゃるのがメディカロイドさんでございます。こちらですね、川崎重工とシスメックスという会社が、共同出資して作った会社さんになるんですが、こちらの医療用ロボットである火の鳥というものが展示されておりました。これはですね、ダヴィンチに比べて小型安価というものを売りにして拡販していっているようです。で、医療用ロボットってめちゃくちゃ難易度が高い分野だと思うんですよ。実際にその患者さんをロボットを通じてこう手術していくっていうのが最終目的としていってるわけですから、なんかあったらやっぱ怖いっていうのはありますよね。ただですね、日本のロボットメーカーとして、ぜひ頑張っていただきたいなということで、今後も応援していきたいなと個人的には思っている次第でございます。それから印象に残っているのはこちらの NSK さんのブースで、このフィンガー型っていうんですかね、指型の、ハンドが展示されておりました。でこちらはですね、普通のハンドではなくて、こう物をこういい感じの力加減でこう保持することができるロボットハンドのようです。どうしてもこう柔らかいものとか壊れやすいものをですね、ロボットのめちゃくちゃバカ力でぐちゃってやったらもう簡単に壊れちゃったりとか潰れちゃったりするんですけれども、こうパンとか、うまい棒とかそういったものをこういい感じの力加減でつかめるということで、こちら、展示されておりました。で続いて IAI さんなんですが、なんと 4.5G で加速するロボシリンダーが展示されておりました。 4.5G ってものすごい加速度でして、これ動画見てもらったら分かる通り、こうガンって動くその衝撃がすごすぎてロボット本体がめっちゃ揺れてるんですよね。でこれ調べたところによると、富士急ハイランドのドドンパってあるじゃないですか、あれの 3,2,1,5 の出発の G があれで 3.75G だそうです。あれよりもはるかに G がでかいです。こんなによく動くなというふうになんか思っちゃいましたけれども、こういうものが展示されていましたね。続いてがシュンクさんにお伺いしたんですが、こちらでオーリンググリッパーという自分初めて見た製品があったので、こちらを見させてもらいました。でこの中央にあるのがオーリンググリッパーなんですけれども、こうオーリングをセットしたらこういい感じでパッと開いてくれて、でシャフトにはめ込むときにこういい感じでこうニュルッとオーリングをはめ込んでくれるという、そういうグリッパーだそうです。これね、なかなかオーリングに特化した製品ではあるんですけれども、これをこう自作で作ろうとするとなかなか難しいなっていうふうに思いますので、なんか機会があったら使ってみたいなっていうふうに思いました。はい、では最後映えに行きたいと思います。やっぱり展示会、人が多かったっていうのもあるんですけれども、結構皆さんスマホをこう構えて一生懸命こう映像を収めていた光景を私すごいよく見たんですよね。で最近私、いろんな広報さんと話しさせてもらうこともあるんですけれども、こう SNS を使ってどうやって自社製品を認知させていくかっていうことについて悩まれている方もいらっしゃるんですよ。で SNS でこう認知させていくって時に、広報さんが一生懸命頑張るっていうのも、なくはない手ではあるんですけれども、それよりもいろんなその SNS のアカウントとかそのフォロワーさんとかにこういろんな映像とか写真を撮らせて、それを SNS 上でどん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 拡散していってもらうっていうのがうまいやり方なんじゃないかと個人的に思います。やっぱりそういうのを狙うのであれば、やっぱりその拡散する側としては SNS 映えするものをなんとかこうスマホで収めたいわけですよね。ということで、どういった展示品がこう映えるのかっていうところについて展示品を見ていきたいと思います。で個人的にうまいなと思ったのがやっぱりファナックさんですかね。でこれ展示会で毎度おなじみのやつなんですけれども、乗用車をですねロボットがこう持ってそれを振り回しているんですよね、会場内で。で自動車って言ったらだいたい1300キロぐらいあるめちゃくちゃ重たいものなんですけれども、それをロボットが平気でこう持ち上げたりこう下に下ろしたりなんていうことをしているんですよね。これ個人的にはですね、そのロボットもすごいんですけれども、それに耐えられるそのビッグサイトの床もすごいなっていうふうに思いましたね。
あの埋め立て地なのに、ようそんな無茶なことできるなみたいな、そういうふうにいつも思っています。で、続いてがこちらもファナックさんなんですが、こう共同ロボットをこうずらーっと並べて、こう同じような動作をこうシンクロさせているんですよね。で、まあこれ技術的には全然難しいことはやっていないんですが、ただ見せ方としてこうなんかアート性を感じるというか、なんかついついこう動画として収めたくなるような、まあそんな展示の仕方をしていて、これはすごいね、なんか上手かなっていうふうに思いましたかね。はい、続いてはですね、ナブテスコさんですね。で、これ聞いたことない方もいるかもしれないんですが、まあこれ何のメーカーさんかっていうと、精密減速機のメーカーさんになっております。このバカでかい減速機っていうのが結構個人的には特徴かなっていうふうに思うんですけれども、この減速機がですね、各ロボットメーカーのロボットの内部に入っていたりしているんですよね。で、その上でナブテスコさんの展示品なんですけれども、こちらがポジショナーですかね。まあ、これ全部で、チルトと旋回とで2軸入っているかと思うんですけれども、まあ、上にあるのが何だろう、まあ、自動車の車種かなんかなのかな、ちょっとわかんないですけども、こういった鉄の塊をですね、こういろいろぶん回すみたいな、あのダイナミックなことをされていてですね、これもなかなか SNS 映えするなって個人的には思いました。で、個人的に一番映えたなって思うのがこの THK さんですね。この LM ガイドのタワーがあったんですが、これなんと長さ7メートルもございます。で、すごいですよね。もう遠くから見てもあなんかあるっていうのがすぐわかるような、まあ、そんな展示品になっておりました。で、これ何がすごいかってところって、これパッと見じゃわかんない部分があるので、ちょっと解説させていただきたいんですけれども、これ何がすごいかっていうと、まず展示会への気合がすごいんですよ。で、気合ってどういうことっていうとですね、まあ、普通まあこういう展示会とかで、こう機械とか部品とかを運ぶとき、こうやってトラックで輸送してくると思うんですけれども、まあ大体どの部品もですね、どんだけでかくても4メートルまでが限界なんですよ。4メートルを超えてくるとどうなるかっていうと、まあトラックのサイズがどんどんでかくなるので、特殊車両扱いっていうものになっちゃうんですよ。で、特殊車両扱いになるとどうなるかっていうと、普通に道路走れなくなっちゃうんですよね。じゃあどういうのが必要になるかっていうと、その国土交通省への事前申請が必要だったりとか、あとは走れる道路がこうここしか走れませんって制限されちゃったりとか、あとはこのトラックの前か後ろかにその誘導車っていうのをこう配置して、で一緒に走らせないといけないなんていうルールもございまして、でそうなるとですね、この手続きの手間と輸送費がえげつなく高くなるんですよ。なので、まあ普通展示会に機械持ってくときに何するかっていうと、まあ、大きく分けて2パターンあって、まあ、左のようにある程度部品に分解した後に現地で組み立てて、で最後調整するっていうのか、あとはその大きなものをさすがに持ってこれないからってことで、こうディスプレイで映像として紹介するっていう、まあ、大体この2パターンが多いんですけれども、なんと今回 THK さん特殊車両で気合い入れて持ってきたっていうことをおっしゃっていて、こうすごいなっていう風に思いましたかね。で、あとはこれのすごいところっていうのは、これを作れる加工機を THK さんが持っているっていうことなんですよ。で、長いリニアガイドが作れる、リニアガイドってかなり精度も必要なものなんですけれども、それが長尺で作れるっていうのは、これは設備のレベルが高いということを意味しております。ということはですよ、この7メートルの製品をラインナップとして持っているということで、これを製造できる、まあ、検索版とかの設備を持っているということなんですよ。これはですね、まあもしご縁があったら、ぜひともですね、工場見学とかお伺いさせてほしいなって、すごい個人的に興味が湧きましたかね。はい、ということで、個人的にこれは映えだなと思ったブースについてご紹介させていただきました。で、最後ちょっと注意点なんですけれども、この動画で紹介した映像っていうのは、もうすべて全部許可を得て撮影しているものなんですよね。で、会場いるとですね、もう多分撮影してる人の9割ぐらいは、これもう無許可で勝手に撮って勝手にばらまいているんだなっていうふうに思うんですけれども、撮影の際はですね、必ずブースの、受付あるんで、
そこに確認を取ってから撮影するようにしてください。やっぱり私も当日撮影していいところありますかって聞くとですね、ここは絶対にやめてくださいとか、あまりこう内部の方までじっくり映さないでくださいとか結構言われてますの で、そういったものは全部カットさせていただいてますけれども、そういったものもございますし、それが仮に映っちゃって、SNS とかでばらまかれたりすると最悪訴訟問題とかになっちゃったりするので、撮影の際はですね、必ず許可を得てやるようにするといいかと思います。はい、ということでロボット展のレビューいかがだったでしょうか。まあ、今回かなり人が多かったんですが、まあ、それだけですね、まあ、皆さん注目度が高い分野なのかなと思います。まあ、人手不足を解消するには、まあ、外国人を入れるか自動化進めるかなんて、まあ、大体2つの議論がされているんですけれども、まあ、そちらの自動化の方でかなり活躍が期待されるような、そういった展示品がたくさんありましたので、もし次回があった際もですね、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。ということで今回の動画以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではバイバイ。